国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。安倍元総理を追悼するとともに、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります。安倍は数々の犯行の疑いをかけられた男であります。国葬のチャンスを与えられたこの機会を生かしてもらいたい。自民党の安倍派は次の犯罪の疑いを払拭する努力をしてもらいたい。一つ赤木さんを自死に追い込んだ原因となった財務省公文書の改ざんの責任問題、またその根っこにある極悪ネトウヨ幼稚園の国有地不正譲渡と鎮蔵および昭恵の責任問題、その他にも加計学園不正問題、そして広島県の大規模汚職、特に河合法務大臣への1億5000万円大金ぶん投げの問題。時間がかかってしまうので、今日は鎮蔵犯罪の読み上げはここまでとしますが、これからの国葬までの会見で問題にしてまいります。鎮蔵というもののイカ様がバレないように自民党安倍派証拠の隠滅に走るでしょうが、岸田自民党宏池会は戦います。宮